こんにちは、クリッカーツッキーです。ボディへの負担を最低限に抑えるオリジナル風味の NA オートマ乾燥術、旧車を長く快適に乗るためのチューニング。1967年、昭和45年、3代目としてデビューしたのが 510系ブルーバード。日本の自動車産業の技術が飛躍的に向上した時期で、アメリカでも安くて性能のいい日本車というイメージが世界に広がったタイミングだ。実はこの510系ブルーバードのデビューの背景には、ライバル会社であるトヨタコロナの大ヒットが大きく関係している。起死回生を狙って開発が進められた日産の維新策というわけだ。そんな510ブルーバードの当時のイメージは、高性能な大衆車 OHV エンジンが主流だった当時、いち早く OHC エンジンを採用。サスペンションもフロントストラップ式、リアセミトレーリング式による四輪独立喧嘩。今でこそなんてことない仕様だが、当時の大衆車としては画期的なメカが満載だった。さらにトップグレードには SU ツインキャブなども装備された。また販売戦略の一環として、国内外のレースや競技に積極的に参加し大活躍。日産ワークスによるサファリラリー仕様や、アメリカのトランザムシリーズに参戦していた BRE 仕様などが知られている。こういったレースの活躍などから、走りのイメージが色濃くなっていき、最終モデルとして追加ラインナップされた 1800cc L 型の 3S は、走り屋御用達モデルの一つになったのである。ここで紹介する車両は1970年代のセダン。外観はオリジナルを保ちながら、快適な街乗り仕様に仕立て直したものだ。速さやフィーリングを追求するものではないため、あえて NA の SR20DE を換装して、ボディの負担を最低限にすることを狙っている。また AT や新型冷媒を使ったクーラーなども装備し、普段の街乗りを快適に過ごせるようカスタムされているのだ。チューニング色は強くないけれど、決して強靭とは言えない旧車のボディには、こういった選択もありなのかもしれない。ご覧のような2ペダル組み合わせる AT ミッションはシルビア用だ。シフトゲートなどもさりげなく移植している。車重がノーマルで 930kg と軽いため、思いのほかよく走るとのこと。フロントセクションはメンバーごとシルビアのサスペンションを移植。ステアリング機構もラック&ピニオンに変更され、パワステももちろん装備。後継機種である SR20 搭載のブルーバードのメーターやインジケーターを510ブルーバードのパネルにさりげなく移植。普通に収まっているが、実はインストール作業は大変だったとのこと。正確にはエアコではなくクーラーだが、新型フロン R134 タイプでメンテナンスなどの心配もなし。